皆さん僕レッスンしていましても質問で多いのがショートアイアンはできるようになったけれどロングアイアンとか他の長いクラブがちょっとできないぞって方が多いと思うんですね。基本的にはゴルフクラブの形状的にはクラブのちょっと重心距離とか重心振動とか変わりますけれど基本的にはやはり同じ動作なんですね。ロングアイアンが特に打てないという方とかはまずは一番多いエラーはやっぱり球を上げたいというロングアイアンでも球を上げたいという意識が現れて基本的にやっぱりフェース面を上に向けてしまう。基本的に打てないというのはもうロフトを重さが右のままこの DVD 見てる方は分かりますけどこの状態ですね。クラブが後ろの重さにあるまま入っている。これはもうタッチ飛行機が落っこってきたらタッチアンドゴーですのでこれはうまく当たらないです。ダフリトップが多くなる。なのでロングアイアンでも正しくパーンと打ててくるとやっぱりダフったりトップしたりしませんので、ね、